スリップラーゼツのスリップラジオ。はい、どうも、スリップラーです。スリップラジオ第4回始まりました。ということで、この動画はですね、ラジオ動画となってまして、毎回原神に関するテーマを決めて音声のみでお届けするという動画になってます。まあ、画面を見ずに作業中とかにもお楽しみいただけると思います。ただ一本撮り無編集となっているため、まあ、字幕がなかったり、まあ、ところどころね、聞き取りづらかったり、話がまとまらなかったりするかもしれませんが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。はい、で今回のテーマなんですが、まず1つ目、最強キャラは誰というと、2つ目はパーティー編成のコツで、まあ、番組後半にですね、番組に寄せられたお便りコーナーというのもありまして、まあ、あのメールであったりとかっていうのを読み上げさせてもらって、それに回答するというコーナーもございますので、この流れでやっていきたいと思います。はい、まず1つ目のテーマなんですが、まあ、最強キャラは誰だということなんですけども、まあ、これはですね、あの僕も、まあそうですね、動画で取り上げたことはなかったんですけど、まあ、確かにね、最強キャラって誰かなって考えたんですよ。で、まあ、なんでこのテーマを取り上げたかと言いますと、まあ、あの僕のこのラジオに対する、まあ、要望だったりを、あの応募するあのフォームがあるんですけど、まあ、気になる方はね、概要欄から飛んでほしいんですけど、まあ、そこでラジオについて取り上げてほしい内容があるんですっていうことで、まあ、いただきまして、まあ、その方はですね、原神をまだ初めて、その月日が経ってないんですけど、まあ、いろんな攻略サイトとか、あと、まあ、人からね、強いキャラは誰なんだっていう風に聞いたり調べたりしてるんですけど、まあ、あの人によってね、全然言うことが違うとで、攻略サイト見てもなんかよくわからないという感じで、実際よくわからないんで、スリプラさんが思う最強キャラを教えてほしいんですと。で、まあ、そのキャラが強い理由についても教えてほしいんですっていう風なことを言われてたんで、まあ、確かに僕も動画で取り上げてない内容なんで、まあ、こういうラジオっていうね、ちょっとふわっとしたところで取り上げていこうかなということで取り上げたんですけども、まあ、これ結論から言うとね、最強キャラっていうのはね、もうこのゲーム、いないんですよ。いないんですよね。で、なんでかっていうと、いや、これは、その人によって違う、言うことが違うっていう理由はちゃんとあって、まあ、僕であればね、これ僕であれば、最強キャラ、北星ですって言いたいんですよ。うん。で、なんでこれ言いたいんですけど言わないかっていうと、まあ、言っちゃう人もいるんですけど、原神あるあるで、自分が育成マックスまでやってるキャラを最強って言いがちなんですよね。うん。で、なぜこうなるかっていうと、僕の国勢はね、この間動画も出したんですけども、まあ、キャラのレベルは当然、まあ、レベル90で、まあ、武器に関しては番眼結録貫突で、テンプもレベル全て、10まで上げましたと。で、生物もかなり厳選しましたっていう状態なんですけども、ここまでね、持ってきてるキャラであれば基本的にめちゃくちゃ強いんですよ。うん。だから僕の中では最強キャラは国勢なんですけど、正直ね、今の手持ちのキャラでここまで育成してるキャラが他にいないので比較できないと。だから僕の中ではこの国勢が最強になっちゃってるんですよ。で、ここまでなんでじゃあ育成しないんですかってなってくると、もうこのゲームはそのすごくね、運要素が噛んでくるゲームじゃないですか、育成にすらね。まあ、例えばテンプ一つ取ってもボスの、テンプ素材が、自分が育成したいキャラの素材が落ちないっていうことが、まあ、皆さんもう体験しまくってると思うんですけど、そういうことがあって思うようにテンプも上げれないと。で、生物に関しても、まあ、厳選とかっていうことになってくると、もうそれも運要素が大きく噛んでくるんで、そう簡単にはね、強い装備ができないと。ということで、なかなかね、思ったようにキャラの育成ができないっていうところがあって、その今の皆さんで言うとね、今皆さんもすごい育成してるキャラがいると思うんですよ。一番育成してるキャラ、メインアタッカーとかで、そのレベルまで、同じレベルまで育成してるキャラって多分ほとんどいないと思うんですね。うん。ある程度課金してる人でも、そのマックスまで育成してるっていうキャラクターは、まあでも多くても 3,4 体とかじゃないですかね。うん。まあ、僕はこの国勢のレベルまで育成してるキャラは他にまだいないんですよ。近いキャラはいますけどね。だから、そこまで自分が一番育成度マックスまでいってる、そのキャラと同等の育成度までいけてるキャラが自分の手持ちの中でいないので、最強キャラがどうしてもその人にとっては、その今育成してるキャラになっちゃうんですよ。
だから人によって全然違うっていうのはそういうことで、今特にメインアタッカーでよく使っているキャラを育成しまくってると思うんで、そのキャラが最強になっちゃうんですよ。で他の人はそのキャラのことわからないから、そうやって言われたらこのキャラもこんな強いんだとか、あのでもこっち自分が使ってるキャラもそれぐらい強いけどっていう風に言っちゃうんですけども、そこで比較対象にならないんですね。人によっても全然生物も違うし装備も違うしっていうところで、だから比較するのがすごい難しいから、人によって最強アタッカー最強キャラっていうのが全然違ってくると。だから断言はできないんですよ。僕もね、最強キャラがこれですっていう風に断言できないっていうのが、まあ僕の意見なんですけど、ただまあ例えばね、そう攻略サイトとかで、このキャラが強いですとか、人がねこういうキャラが強いですっていう風に言ってる、そのこのキャラに対しての票数がすごい多いキャラいると思うんですよ、やっぱり工場キャラとか限定キャラで票数が違うと思うんですね。だからその票数とかね評価っていうのは ある程度参考にするのはいいと思うんですね。うん、結構やっぱマイナーなキャラっていうのはどうしてもいて、こう優劣とかっていうのが出ちゃうゲームではあるので、でも育成者は強いんですよ。ただ育成しきった後に少し差が出たりとかっていうのがあるので、ある程度参考にしたりするっていうのはありだと思うんですよ。で、例えば、まあ、他にもダメージ計算できるサイトとかっていうのもありますよね。だからそういうのとかで最終的なね火力とかも出せるわけじゃないですか。テンプとかをマックスにしてレベル90にしてっていうふうに設定すれば、数字としては出るわけですよ、ね、あここまでこのキャラって火力出せるんだって。でもそれすらも理想の生物だったりとかっていう風に設定とかもいろいろできるんで、実質そこまで生物持っていくことはかなり難しいと。でさらにその数字上で強かったとしても、実際運用してみたら他のキャラクターシナジーがあるキャラを持っていないといけなかったり、思うようにね、火力を出せなかったりっていうこともあると思うんで、一概にねその、まあ、ダメージ計算サイトとかでまあ、思ってほしくないのは、やっぱり運用してみての戦い方とかっていうとこまでは出てないので、数字しかないから、だからそこで明らかにこのキャラ強いよっていうのは、まあ、言う人いないと思うんですけども、数字上だけでね、だから言わないと思うんですけど、そういうとこで判断せずに自分でしっかり育成して他のキャラとパーティー組んで、こういう風に戦ったら強いですよ、こういうスキル回しが強いですよっていうのは使ってみないとわからないので、このキャラが最強ですっていうのは断言できないんですよね。でだからこそ逆に人によってはこのキャラが最強ですって断言しちゃうんですよね。うん、他のキャラ育成しましたかって言いたいんですけど、でそこまでの育成を持って同レベルまで持っていくのが難しいゲームなんで、比較対象がないから比較できないっていうことになって、人によって言うことが違うっていうのはそういうことだと僕は思ってるんですよ。だから僕みたいな人がね、動画投稿者が国政最強ですよって僕言いたいですけど、その言ったところでいやいやそこまで育成したら誰でも強いよっていう意見がコメントがね付き回ると分かってるんで、そんな一時言いませんけども、で別に最強だと思ってないんで、僕は育成したらどのキャラも強いと思ってるんで、あえてそんな言いませんけど、だ人によってそういうの意見が違うっていうのはそういうとこなんで、まあとりあえずね、先ほど言いましたけど参考にする程度に抑えて、最強キャラはあなたが育成したのが最強キャラなんですっていう自信持ってね言えるぐらい育成したら、別に誰も文句言いませんし、まあ、それを大っぴらに私のノエルが最強ですとガイア最強ですとかと言うんじゃなくて、うん、それは自分の中で最強だと思いとどめてね、うん、今後、まあ、原神ライフを楽しんでいったらいいんじゃないかなと思います。はい、はい、では2つ目のテーマなんですけども、パーティー編成のコツということで、まあ、このテーマなんで取り上げたかと言いますと、僕の動画のコメント欄で結構ですね、そのパーティー編成だ、こういうキャラを持ってるんですけど、まあ、どういう風にパーティーを組んだらいいか分かりません、でできたら、教えてくださいということというようなコメントをねかなりいただくんですね。で僕それ本当にクソ真面目にそういうコメント返してるんですよ。まあまあ気になる方はちょっと過去の動画とか見てもらって、コメント欄でねそういうコメントあったら僕結構返してるんですよ。だから 3,4 行のコメントに対して、もう十何行ぐらいでがっつり返してるんですね。がっつりそのコメントにちょっと10分ぐらいかけてその後に10分ぐらいかけてアドバイスしてるっていう言葉が結構あって、やっぱこういうの気になってる人多いんかなというところで、まあ、特に初心者の方だと思うんですね。では中級者上級者の方になってくると、まあ、そんなに気にすることないと思うんですけども、まあ一回ラジオとかで取り上げようかなと思ってるんですけど、まあただちょっと画像とかがあった方が分かりやすいんですけど、まあラジオでできるだけ伝えれるようには頑張りたいと思います。
で、まあこれパーティー編成のコツなんですけど、まあどういうふうにパーティーを編成したらいいかってところで、このゲームのパーティーっていうのはまあ4人ですね。4人の枠があって、基本的にはまあロールが分かれてますと。まあ役割ですね。役割が分かれてて、まあ、メインアタッカーがいて、サブアタッカーがいて、まあサポーターがいて、あとヒーラーがいてっていう感じで、まあよくある RPG みたいな、戦士とか僧侶とかそういう感じの、構成になるのがベターなんですよね。まあ、これあくまでも、まあこれは一つの案だとして、別にヒーラーがいないパーティーもあるし、メインアタッカーが2枚欲しいっていうパーティーもあるので、一概には言えないんですけど、あくまでテンプレみたいな感じで言えばこういう感じの構成がありますよということなんですけども、この時にまず一番大事なのはメインアタッカーが誰なのか、メインアタッカーを 誰にするのかによって周りのパーティーメンバーも変わってくるっていうことをまずね覚えてほしいなと思うんですけど、まあ、まずそのメインアタッカーを誰か置くとしても、そのキャラの強みをしっかり理解する。でその周りのキャラがどういうふうにこのキャラを生かすには、どういうキャラを置いたらいいのか、シナジーがあるのかっていうのを考えていくっていうのが、まあ基本的な考え方だと思うんですけど、まあ仮にですね、この間、ロサリアの動画とか僕はもう上げたんですけど、まあ直近で言うとあれかな、ロサリアをメインアタッカーに置いていて、まあ、物理アタッカー運用をしますということで、ここでじゃあメインアタッカーのロサリアの強みを考えましょうということで、まあ、物理アタッカーなんで基本的にはね、物理アタッカーっていうのは、元素反応とかを考えた時に、超伝導ね、氷と雷を、合わせることによって超伝導という元素反応が起きて物理耐性を下げることができますと。敵のね物理耐性を下げることができるんで、それを基本的には起こした方がいいんですと。でロサリアは氷キャラなんで、じゃああと雷キャラを誰か欲しいよねっていうことになって、フィッシュルを置いてますと。でフィッシュルはサブアタッカーです。サブアタッカーで、雷元素のを頻繁に付与してくれるんで超伝導を非常に起こしやすい。でなおかつ、DPS も高いということで、サブアタッカー枠としてフィッシュルを入れてますと。でサポート枠として勝利、まあ、勝利はですねこれ別に、ロサリアと相性めちゃくちゃいいとかじゃなくて誰とでも相性がいいんで、勝利は入れてますと。で勝利はまあ皆さんご存知の通りシールドを貼れるし、そのシールド、まあ、強力なシールドが貼れて、でなおかつそのシールドの周りの敵の全元素 全体制を下げるということで、まあしかもなおかつ自分も火力をしっかり出していける。元素爆発もめちゃくちゃ火力があって、なぜか元素エネルギー40で撃ててしまうというめちゃくちゃ燃費のいいキャラで、まあ本当にバランスが良すぎてね、かなり強キャラになってるんですけど、まあ、そこで勝利を置いてますと。でまあもう一人がですね、まあ、深淵を選んでるんですけど、まあ、深淵は物理アタッカーメインキャラに物理アタッカーを持ってきた時に非常にね深淵っていうのは便利なキャラになってて、まあ貫突してる深淵なんですね僕ので。2突4突かなで、スキルを当てることによって敵の物理耐性を下げるという効果がついて、さらに固有テンプでそのシールドを張ってるキャラの物理ダメージを上げるということで、敵の物理耐性を下げつつ自身、操作キャラの物理ダメージを上げるというね、めちゃくちゃ強力な物理サポーターなんですよ。ということで深淵を選んでるんですけど、さらに炎元素キャラということもあってメインのロサリア、ここと氷元素と炎元素なんで、まあ、ワンチャンこう妖怪とか起こすタイミングがあるんじゃないかなということで、そこでもまあダメージをね稼いでいくという点で深淵を選んでます。でこのパーティーっていうのは元素共鳴はないんですけど、それぞれのキャラがシナジーが効いてるんで、まあ、元素共鳴なくてもそれなりに活躍してくれますよねっていう風に、こういう感じでまあ、パーティーを組んでますと。だから今の感じで言うとメインのロサリアをいかに生かすかっていうような構成で、キャラを選んでます。全てのキャラにシナジーがあるという感じで、僕の場合は、組んでるんですね。でそんなこと言われたって最初はどっから分かれば理解していけばいいのか分からないっていう方が多いと思うんで、まずはですね簡単な火力の出し方というかね、パーティー構成の考え方っていうのは、とりあえず元素反応とか元素共鳴っていうのを覚えると、うん、で元素反応っていうのはできたら優先的に覚えてほしくて、まあ、これはねゲーム内で軽く説明はしてくれるんですけど、実際はあんまり詳しくは、レクチャーしてくれないんで、自分でねなんとなくちょっと勉強する必要があります。僕も
まあ、原神始めた当初はね、全く元素反応のこと考えてなくて、適当にね、レアリティが高いキャラをぶっ込んでいたという時代がありました。だから、他の動画でも言ったんですけどね、ウェンティとナナとディルクと国政っていうわけのわからないね、ダブルアタッカー編成確かにしてました。で、この時はもうディルクと国政なんか別に何のシナジーもないですから、ディルクと国政にサポート能力ないですから、で、ここで2人入れる必要って基本的にないんですよね。でも、当初はそういうこと分かってなかったからそういう意味の分からない構成を作ってて、で今であればまずそんなことしないんですけど、そういう人が多分多いと思うんですよ、初心者の方ってね。ゲーム始めた当初はとりあえずレアリティが高いキャラを置いとけばいいんでしょっていうソシャゲのあるあるパーティー構成をしちゃおうと思うんですよ。だからそれはあまり良くなくて、早い段階で元素反応を理解することによって今後かなり楽に攻略できるようになるので、そこら辺はちょっと勉強してもらって覚えてもらうと。じゃあ元素反応とか元素共鳴、元素共鳴っていうのは、パーティー効果でなんかリーダースキルみたいな感じですねそうそう、チーム内に同じ元素のキャラが2人以上いるとそういう反応が起きますということで、できたらそこも、それは勉強するほどではないんですけど、意識してパーティーを組むといいかなと思います。でそこまで、元素共鳴とかある程度理解できたら、次にねバフとかデバフとか、だから敵の耐性を下げたりとか、こちらの、攻撃力とか上げたりとかっていうことまで、考え出すと。そこまですると、かなり火力とか DPS に差が出てくるんじゃないかなと思うんですね。だから、バフキャラ入れたり、バフはついてる武器とか、デバフができるキャラであるとかっていうのを、積極的に組み込んでいくと。でそこまでできるようになってパーティーできましたってなった時に、ぜひその後にやってほしいことっていうのはこのスキル回しですね。スキル回し、でスキル回しってのはどういうことかっていうと、キャラのスキルを打つ順番、メインアタッカーがに最大火力を出せるような状態まで持っていくスキルの出し方っていうのをもうルーティン化させるんですね。これさせることによって、すごくね快適に戦闘を行うことができるんで、もうこの辺をねマスターというかね、このパーティーであればこういうスキル回しっていうのをポンと自然とできちゃうようになってくると、原神上級者じゃないかなと思ってるんで、できたらねここまで意識してできるようになって、普段からやってるとなんとなくできてくるので、そういうとこを意識してパーティー編成であるとか、パーティー編成ができたとしてもその後は、プレイヤースキルになってくるんですけど、その辺も考えてやっていけたら、いいんじゃないでしょうかということで、これは普段コメントでここまで僕はコメントしてないんですけど、結構ねそれっぽいことはね一緒にコメントの中で詰め込んでるんで、もしね、僕の動画を見て僕になんかちょっとアドバイスしてほしいなっていう方がいらっしゃいましたら、全然コメントしてくれたらね、僕もそのコメントに対して、10分以上考えてちゃんとコメントしますんでね、ちょっとアドバイスしてほしいよっていう人がいましたら、ぜひコメントくださると嬉しいです。はい、ということで2つ目のテーマに関してはこれぐらいで終わりたいと思います。はい、ではここからはお便りコーナーということで、番組に寄せられたメールに対して、僕が回答していくというようなコーナーになってます。で、このコーナーで読んでほしいという方はね、ぜひ概要欄から飛んでね、応募フォームの方で記入してみてくださいということで、まず1つ目ですね、お名前国政のタイツを破いてみたさんなんですけど、先にねちょっと言っておきます。これね本当にこの名前で来てますから。でこれ以外にもちょっといくつかねすでにメッセージいただいてるんですけど、なぜかね僕のそのメッセージが届いてる中で名前がねちょっとどうも変態というか変態仮面みたいな人が多くて、他にもねちょっとねこれ読み上げにくいなっていうような名前の人がいっぱいいるんですよ。で質問内容がいいのに名前がこれやったらちょっと読みにくいなというところありますから、別に名前って匿名でもいいんですよ。だからあえて変態仮面になってるんですよ。だからそこら辺ちょっとね考えてほしいなと思うので、今後ね応募してくれる方はぜひねちょっと、変態チックな名前を、控えていただきたいなと思うんですけど、はい、ということで本題なんですけども、国勢のタイツを破いてみたさん、こんにちは、いつも動画楽しませてもらってます。自分はまだ原神を始めて間もないのですが、限定ガチャが多く課金もそんなにできないので毎回引くキャラに迷ってます。スリプラさんは原石に限りがあったらどういうキャラを狙っていきますか、教えてくださいということで、私原石に限りがあったらということなんで、無課金のこの感じでいくと、美課金さんみたいな感じだと思うんですね。で確かにこのゲームって限定ガチャばっかりで、そのどのタイミングでキャラ引いたらいいかわからない、限定ガチャ
キャラみんな強いみたいなね動画も僕も上げてますけど、そんなこと言われたら全部欲しくなっちゃうということで、引くタイミングがわからない、判断できないっていう人が多いという感じですね。でまあこれね、僕がもし無課金だったり微課金でゲームを始めるとすると、まあね、とりあえず一つ言えるのは、とりあえず紙を引けと、紙ゴッドね、ゴッドの紙ね。まあっていうとちょっとネタバレチックになっちゃうんですけど、まあ俗に言う、まあ原神の中で神っていうのは、まあそのウェンティとか勝利っていうね、まあ神っぽいキャラがいるわけですよ、原神の中に。でこの仮にウェンティと勝利っていうキャラのことを簡単に説明すると、やっぱりこれ唯一無二の性能というかね、そういうのを持ってるキャラなんですよ、この2人っていうのは。でウェンティに関しては、まあすごい吸引力がある、スキルが、元素爆発があるのと、あと勝利に関してはもうとてつもなく硬いシールドプラス敵の全体性を下げるという、なんか攻守ともに強いキャラになってて、このキャラっていうのは2人ともね、長く使っていけるというか、別に他のキャラが使えないとかじゃないんですけど、圧倒的にね使いやすい便利キャラとなってます。ただこの2人はメインアタッカーではないんで、どちらかというとね、いろんなパーティーに組み込める便利キャラなんで、メインアタッカーっていうのはまた別でね狙っていく必要があると思うんですよ。メインアタッカーっていうのが、まあ、さっきもね、さっきのテーマ2で話しましたけど、やっぱりメインになってくるキャラクターなんで、メインアタッカーがいないんであれば、そういう強いキャラが来てる時はね、メインアタッカーを狙った方がいいと思います。メインアタッカーっていうのは、まあ、それ手持ちとしては3人ぐらい、3、4人ぐらいいた方がいいので、選択肢として。でサポートキャラっていうのは何かと何かしらキャラがいるので、割とこう困らなかったりするんですね。だからメインアタッカーがもしいるんであればね、こういう便利キャラ、俗に言う便利キャラっていうのを狙っていった方がいいんじゃないかなと思います。でこれはあくまで、今話したのはその効率とかを求める方に関してね、効率だったり性能とかを求める方に関してはそういうふうに言いたいんですけど、まあそれに該当しない、例えば好きなキャラがいますとか推しキャラがいますっていう方に関しては、ぶっちゃけ好きなキャラを引いた方がいいとはこれ本当に思ってて、まあやっぱり好きなキャラを操作してるのが一番原神楽しいとは思うんで、その辺をね、できたら重視してほしいなと思うんですよ。なんか後悔するじゃないですか、本当は推しキャラがいるんですけど、ちょっと性能面で違うキャラを頑張って引いちゃいました、で推しキャラを引く原石がありませんっていうのはちょっと悲しいことかなと思うんで、できたらね好きなキャラ、でいろんな、別にこのキャラがいないと無理っていうゲームでもないんで、だからできたらね好きなキャラを優先にして、その次に、効率であるとか性能重視で選んでいったらいいんじゃないかなということで、とりあえず神を引けということで僕の方から、回答させていただきますと。はい、はい、では2通目ですね、お名前クレイラブさんですね、いつもスリプラさんの動画を楽しみにしています。声ありの動画と声なしの動画だったり、真面目な内容だったりパロディだったり、幅が広いスリプラさんですが、今後の配信活動の展望を教えていただきたいです。ちなみに私はスリプラさんの動画は全て見てます、応援してます、ということでありがとうございますということなんですけど、まあ、今後の展望ですかね。まあ、確かに僕のチャンネルってね、多分皆さん分かってると思うんですけど、まあなんか原神は原神なんですけど、攻略だったり検証とかね、なんかパロディだったり、まあこんなラジオだったりね、ちょっといろんな、コンテンツがあると思うんですけども、まあなんでこういう風にしてるかというと、まあ、僕自身ね、すごい根が真面目っていうのもあるし、面白いことも大好きなんですよ。だから、ね、ライブ配信とか見てる方は分かると思うんですけど、僕本当になんかふざけたりねするわけですよ。でそういうのも好きなんですけど、それ一本ではチャンネルを伸ばしていくっていうのは結構厳しいという、まあ、ことをね考えまして、やっぱり、まあ、僕も原神の攻略とかすごい好きなんで、まあ、そこもそういう動画もやっぱ上げたいということで、まあ、じゃあ全部やっちゃおうかということになりまして、まあ、いろんなジャンルでやってるわけですよ。でただね、ここでちょっとまあ未だに怖いというかね、思うことがあって、例えば攻略系の動画を見て僕のチャンネル登録してくれた人と、パロディ系を見て登録してくれた人っていうのはやっぱり求めるものが違うわけで、攻略系をね見た人は、いやお前のパロディとかバラエティは別に求めてないよという方もいると思うんですよ。でまあそれは言われたら確かにそうだと。でもその意見っていうのは基本的にないんですね。だそれの影響で登録者ががっつり下がったとかそんなこともないので、
まあ、徐々にそういうのも受け入れてもらってるのかなというところで、まあ、こういう多岐にわたっての企画とかっていうのはやっていきたいな、やっても別にいいのかなっていう判断に僕の中でなってるんで、まあ、今後の展望としてはね、このまんまの感じでいきたいなと思ってます。で、声ありとか声なしっていう動画もありますから、で、声あり、これはね、もうその内容によってちょっと変えようかなって思ってて、全てに声があったとしても見にくかったりっていうこともあるので、まあ一概に声をつけるから全ていいとかでもないので、まああとそういう感じで、声あり声なしに関してはあるので、まあ声が聞きたいという方の意見もあるんですけど、それはちょっとまあ僕の、判断次第でいろいろ動画作っていきたいと思ってます。ということで、あと最終的にはこのチャンネル、こういうなんでこういうパロディとかもやってるのかっていうと、まあ今言ったように面白いことが好きなんですけど、まあ最終的にちょっと僕のことをもっとね、いろんな人に知ってほしいというか、その攻略とかの内容がいいとかじゃなくて、まあ、僕自身のことを評価してもらいたいなっていうのが最終的な目標かもしれないですね。なんか僕もその人気者になったりとかっていう、そういう方が僕は好きなんで、どっかしらでそういう風に評価された方がいいかなと。だから教科書がすごい内容いいけど、いや僕はこの教科書を作った人が好きですというような、評価をもらいたい。まあ、ちょっと何言ってるかわからないですけどちょっと何言ってるかわからないんですけど、まあ、そういう風なね、評価をされたいなと思ってますんで、このような活動は今後も続けていきたいなと思ってます。はい、ということで長い時間ありがとうございました。今回はここまでになります。このチャンネルでは原神の攻略検証、パロディ、バラエティ、ラジオなど様々なコンテンツをお届けしています。動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ラジオで取り上げてほしい内容だったり、質問がある方は概要欄の応募フォームより投稿をお願いします。お相手はスリップラーゼツでした。では次の動画で会いましょう。